さて、2個目のスーパーリコレクション。雑談しながらいけるかな。スキル再装填と魔力装填って魔力装填だよね。魔力装填だね。基本魔力装填でいい、あげるのは。あれがいっちゃん、痛いー。うわー、心今踊った。俺の心がそう微笑んだ。これでいこう。こうしよう。うわ、俺の、うわー、いいね。いいね、なんか世界が今そう言った。俺の心がそう言っちゃった。行こう。それでいい。それでいいんだよ。懐かしい編成やろうやないか。そういえば。そういえばそんな編成あったよねっていう、あれね。うわ、懐かしい、この編成。あったあったあった。ありました、こういう編成。やってたやってた。昔の超最強編成。これ NP チャージとか、まあ、一旦なんとかなるか、なんとかなったらいけるか。そう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 。基本、耐久したら、結構余裕でいけるんだよね、これ。余裕とは言わんか。あ、耐久失敗した瞬間に崩壊するんだけど、それじゃなかったらね、いけるっていう。マジ懐かしい編成だよ。この編成ね、マジでね、強いんだよね。この編成、なんか、無難に強い。無難に強いからね、割とおすすめしたい、みんなに。王の話をするとしようって言って、王の話ずーっとさせて、あとは鏡でずーっと回っとくだけ。あ、確かにね、全員その、無凸プリコスでやっていくっていうのもめっちゃ強いんだよな。アルトリアに、あれ、天草の霊装つけてるんだけど、いらないっちゃいらないからな。そう、耐久ではマジこのパーティー編成最高やから。そう、一時期、YouTube のおすすめで、ずっと流れ続ける。これね。で、こういう時に限って AI くん多分あれなんだよな。なんか変に賢くねえな。なんでこういう時にキャストリア狙わねえんだ？狙ってくんねえか？うわー、うわー、ヒミコでぶん殴りてー。ヒミコで殴りてー、殴ろ。なーに。やればできると思う。えい、これでいこう。バスターのクリティカルでどれぐらい出るんだろう、ヒミコ。惜しい。500%。最強や。いや、実際ね、マジでね、このパーティー編成ね、バスターのクリティカル見たらわかるんだけどね、うん、ホーグって感じ。マジ24万、ポーンって出るの強いからな。マジでいい。で、こっからは、もう何も考えずに、ホーグを回していくだけの作業ということで。シールとマーリン使うて、常時 HP 満タンになるよ。あ、食らったら回復してみたいな感じかな。まあ、それ強いよな。いろいろとマジでね、プリコスは本当に永遠とホーグ回すことができるから、そこが強みだと思う。わー、どうしようかな。殴ろ。次のターン、キャストリアに攻撃行ってくんねえかな。いや、やっぱけどあれだよな。英雄作成、溜まったタイミングで、うまいことぶん殴りたいよねって気持ち、生まれるよな。これやってると。集中砲火しないで、普通にキャストリアに一回攻撃が、いかねえんだよな。本当に、この子さ、賢いよね。マジで賢いんだよな。やめてほしい。まあ、マーリンでとりあえず。実際のところ、いや、確かにミュウでもよかったな。マーリンの枠、確かにマーリンの枠、ミュウにしたら、あれ、クリティカル超高火力出る、ん？クリティカルの超高火力出るじゃなくて、デフォルトで火力出るっていう感じになるから強いんだよね。マジ、敵の AI 本当に賢くなるからやめてほしいんだよね、急に。急に頭良くなる。そう、アタッカーにスタン飛ばさないでっていうのもある。そこはやっちゃいけないよってずっと言ってるのにやるんだよね。ほう。はいはいはい。キラキラキラーンやっといて、回すか。まあそういった意味ではあれだよな。本当にさ、あれ、マーリン型のさ、
あれ、CT 短縮持ってる玉もみたいなん来ると、えぐいよな。そもそもスタンを飛ばすな。それはそう。正しい。9月イベントないってことは虚無になるんだよ。そうだよ。だから俺はそれを聞いて悲しい気持ちになってるよ。てか、イベントないっていう判断をできるのすごいよな、運営。今言っちゃ悪いけど、なんか最後の最後の最終盤面稼ぎ時みたいな空気感あるけど、あえてそこでイベントしないっていうのはなんか意図があるんだろうな、きっと。俺たちにはわからない。バカだからわかんねえけどよ、何か意味があるのかもしれない。まあ確かにあれだよな、弱体耐性上げて耐久していくっていうのも強いよな。はいはい、あー、ひみこ、ひみこで殴りたいのに殴れんタイミング。イベントせずにストーリー進めてほしいんかな。んー、いや、多分、そうだと思う。まあ、イベントばっかりあっちゃうと、その、ストーリー進める時間なくなっちゃうじゃんっていう声があるから、その、キャンペーンとかの量増やしてるっていう感じだと思うんだけど、いやけど、思うんだよな。イベント3週間に伸びてる時点で、イベントしかやらない人、地味に多そうよな。あ、確かにね、ストーリーの AP0 とかずっとあればいいのにとは確かに思うかも。あれ結構やり得だと思うよな。やっとけばなんか平和って感じはする。あれは巡礼の祝祭でキイチ師匠と水着ワルキューレを、確かにあそこは全然ないからな。というかキイチ師匠が一番今復刻されてないやつだったっけな。来てほしいよね。ひみこで殴れんな。殴れんか。ひみこで殴れないなら、それは仕方がない。殴ろう。夏は10月までだよ。いや、マジ、夏は10月までってどういうことやねんっていうツッコミを入れたいけどな。まあ、確かに残暑っていう意味では10月だけど。解除せんかったら初心者青りんご農家になる。え、けど、そのための青りんごでしょ？だから別にいいんじゃないの。青リンゴはそのために作られたコンテンツのはずだから、まあ AP 全部青リンゴに変えて貯蓄するっていうのは俺は別にいいとは思うけどね。いや、そうだよ、あのストーリー進めてるときは虚無とかありがてえって話になるんだけど、虚無とかてかある程度もう FGO をやりきっちゃった人からすると、まああれだからね、やることねえだからな。お、B チェインできるやないか。あー、じゃあ B チェインで。ほな B チェイン。9月の今は夏扱いされて、次秋が来る立春が約1年後だから、それまでずっと夏ですね。悲しい。去年基本的に11月まで四捨五入したら夏だったから今年も多分そうだよ。いや、マジさ、もうえぐくない？ 48 もえぐ！うわ、置いといて。本当にさ、夏えぐいんだよ。なんでこんなに暑いの？おかしいだろって言うぐらいにずっと暑いからな。マジ気温どうにかしてくれよって思うぐらいに発狂しちゃうわ、正直。それぐらいにもう、なんかクーラーを永遠とつけ続けないといけないのが嫌だわ。台風は全然やばくないね。大阪はバリア張られてたよ。夏イベやってまーす。ガチャ1ヶ月引けるよ。過去最大のイベントっつって。過去最大のイベント、かっこ嘘って感じな気するけどな。温暖化じゃ済まされない。そう。いやー、わかる。ナタのね、この簡易レースをマジであったらいいのにって思うから、こういうの作るんだったらね、増やしてほしいよね。っていうか、わざわざあるんだったら、ポンって出してほしいわ。絶対みんなハッピーになると思う。うわあ、殴ろ。よし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 、殴りましょう。なんとかインパクトで一年中夏になっちゃった。悲しい。過去最大よりも過去最高を求めている。確かに、過去最高を求めたいな。それは正義かもしれん。最大よりも最高っていうのはあるわ。
つえつえ今のクリティカルドーンやばーい。ま、こういう風にね、雑談しながら勝つことができる。そう、キャストリア卑弥呼マーリンならね、実はね、雑談しながらでも余裕に勝てちゃうんだよね。このパーティー編成だったら、もうコメントをね、読むだけで勝てるよ。そう、ベニちゃんのレイとかね、マジ来てほしいよね。そう、卑弥呼のクリティカルドーンって出た時のこの気持ちよさな。いや、というかマーリンの強化はえぐいよ。俺マーリンの強化弱いって言ってる人はね、おかしい、おかしいとまでは言わないけど、なんか多分その根本が違うんだろうなって感じがする。その周回面での強化を望んでたけど、クリティカル威力アップか、これって結局高難易度じゃんみたいなのになってるから、うーんっていう人が多いんだろうなって感じで、高難易度は高難易度の強化、ストーリー、え、違うわ、周回は周回の強化でちゃんと評価しないといけないからさ、そこを全部一緒くたにしちゃうとあれなんだよね、大体のスキル強化が弱くなっちゃうんだよね。良くないことなんだよな、これが。オルタさんのレイも欲しいよ、わかるよ。そう、シエルとクマスター強かったりするし、なんか結局のところなんかうまいこと使えばこいつは壊れる性能だったからな、もともと。そう、まあただやっぱ NP50% 欲しいっていう気持ちはなんとなくわかるからさ、まあまあまあって感じなんだけど。はい、こんばんは。ある程度全部強化とかいろいろ見たときに、ちゃんとここはここ、ここはここみたいな感じで考えないといけないっていうのが FGO の難しいところなんだよね。孔明マーリンでもシエルえぐくなってるよ。孔明マーリンでも確かに強いだろうな、そこら辺は。シンプルにやばそう。うわー、うわー、そんな、そんな、アトラスインの CT があと1短縮されてたら気持ちよかったはずなのに。ふざけんな、ぶん殴ってやる。うわー、つえー、え、これ普通に英雄作成してたら飛ばしてたくね。おー、というかノーダメじゃん。ノーダメじゃん、かっこわら。ノーダメじゃないけど、ノーダメじゃん。じゃあ最後はやっぱキャストリアさんにお任せしてもろて。これができるの強いよな。こんだけ超高難易度さ、耐久しててさ、最後の最後見たら、HP 減ってないよっていう。えぐいよな。マジでえぐい。というので、とりあえず困ったらね、キャストリア卑弥呼マーリン出しておけば、時間はかかっちゃうけどね、勝てるっていう。マジこの編成最強だからおすすめ。割とおすすめ。